ねえ、これ本当に交換日記？なんか変じゃない？え、変とは？いやこれメッセージとフリースペースしか使ってなくない？ちゃんと書いてたの初めだけじゃん。日記っていうか論文？そもそも恋の定義って何？意味わかんないんだけど。確かに医学に関して全くの門外漢の私がありものの知識でアプローチしようとしたこと。いやそういうことじゃなくて。どんなこと書いたの？恋は脳内ホルモンが原因で幸福感を生み出すのではないかという。おお、面白そう。はい。ちょっと待って、何なのあんたたち。ではヤドリギさん、ヤドリギさんは恋をどのように捉えていらっしゃいますか？いやそういう問題じゃないから。ではどういう問題でしょうか？あのさ、定義も何もわかるじゃない。ああ私この人好きだわって思ったらそれでしょ、それが恋でしょ。なんでそんなくだらないことを。はっ、お、どうしたどうした。認識して初めて成り立つ。恋を定義するのに私は形而上学的なアプローチをしているのに対し、ヤドリギさんは認識論を用いようとしている。なるほど、面白い。面白くないから。つまり私が恋だと思えばそれが恋なのですね。だからそう言ってるでしょ。ヤドリギさんは天才ですね。え？あ、バカにしたいの？俺は光が見える。恋する乙女が発する光、とにかく邪魔なものそのものだ。めんどいな光。恋というものを知りたくて。奪ってこそ恋じゃん。え？北城よ、恋とは何だ。うわ、恋だな、恋しちゃったんだな。あ、私この人好きだわって思ったらそれでしょ、それが恋でしょ。北城さんは西条さんのことを好きなのでしょうか？え、ちょっと待って。あー、もうめんどくさいな。